暑い。今回はみんちゃんに夏の快適グッズ第1弾を買ってきてみたので、一緒に開封していこうと思います。3回連続は厳しいね、これ。で、わっ！すぐ来た。またすぐ見に来る。何しとるん、みんちゃん。もうちょっと相取って申し訳ないんだけど、ちょっとよいて。で、お前全部同じリアクションやん。ちゃんちゃかちゃん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 ちゃーん。ダーン。何をしてる？何をしてる？お前は。何しとるんや。なんか商品紹介みたいになっとる。今回はカインズで夏の第1弾ということで、買ってみたいなと思ってたもの買ってみました。ビシッお利口さんにしてたらもらえると思ってるでしょ。もらえると思ったら大間違いだよ。チャンチャカチャン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 ボイーン。チャンチャカチャン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 。あ、やべえ、これ領収書。危ない。個人情報、俺の個人情報。お前、子犬の時もうちょっと可愛げがあったぞ。あ、待って、もう一個あるよ。俺、ちロールクッション。そっち？またそっちですか？もっとひんやりロールクッション。だって。もっとあったかロールクッション使うなよ。なんかちっちゃ。なんかちっちゃいぞ。もっとひんやりロールクッションだよ。わかる？なんかちっちゃいぞ。暴れすぎよ、ミント。みんちゃん。みんちゃん。暴れすぎよ。みんちゃん。あれ気に入った？あれ気に入ったね。もっとひんやりトンネルベッドっていうものを買ってみました。もう、すごいね、ミント。もう使っとるの。そう、あっとる。なんかちっちゃいね、ミント。サイズ、これワンサイズしかなかったんですよね。みんちゃん6キロ、この前測ったら6キロぐらいだったんで、横の、あの、なんかちっちゃいね、みんな。見て、これ中入れるよ、なんか。うわ何をしとる。あら、みんちゃん。そうなんです。中に入れるんです。すごい気に入ったんじゃない？ほら見て、お尻出とる、お尻。お尻。なんか気に入ったんやろ。全然動かんもんね。なんか冷たいね、これ。なんかもう触ったらちょっと冷たい。うわ気に入ったね、みんちゃん。よし。ちょっとちっちゃいけど、あれだね。夏だからはみ出てても問題ないね。勝手に解釈。みんちゃんニトリでもね、夏のひんやりマット買ってあげてたんですけど、結構ね使ってくれてたんで、夏のロールクッション買ってみました。なんかいつものと比べるとなんか一回りちっちゃいかなと思いますけど、ギリギリ6キロで収まってます。みんちゃん、あれ、みんちゃん、みんちゃん
全然出てこんくなったのに反応もしてくれんくなってんけど、ちょっとそのタグはミントあれだね、食べそうだからそれは切ろうか。ミントタグは切りますね。これ切るの下手なんよね俺、いつもギザギザになる。チクチクにならんように気をつけよう。待って待ってミント、危ない危ないから待って待って。えらっ、兄ちゃんえらっ。えい、ミント切ったよ、いいよいいよ、使って、いいよいいよ。冷たいね、ちょっとちっちゃいね、ミントちょっとやっぱちっちゃいね。なんだこれ、何これ。あ、出たさあ、ミント上手じゃん、上手上手じゃん。そう、これこうやって使う、いつももう最近暑そうやったからちょうどいいね。あれやね、完全に気に入ったね、全然動かんくなったもん。うわ涼しい、痛い痛い痛い。うわ、なんだこれ、冷たい冷たい、ひんやり涼しい。やっぱ気に入ったんだな、うん、気に入ったよねミント、やっぱり。シリね、シリ、おシリ出とる、おシリ、うん、これ顔、お顔、もっとお尻好きになりそうやわ、めっちゃ可愛い。もうこれホットドッグやん。というわけで第1弾の夏グッズ、カインズのひんやりトンネルロールクッション買ってみたんですけど、みんちゃんはこんな感じで気に入ってくれてます。もうお昼に散歩に行くだけでみんちゃんもう暑くてバテバテなんで、今年の夏はもっと夏を快適に過ごせるように夏グッズ爆買いしようと思ってます。また良さそうなものあったら動画でも紹介しようと思います。やっぱり ちっちゃいねミントね。ハイタダーク、バイバイって、ミントバイバイって。さあ、君が寝てる間に僕はお片付けですね。全然釣られん。